岡本喜道朝畑の一夜一 A 君は語る友人の高谷君は南洋視察から新しく帰ってきた日本でこの頃流行する朝つなぎの内職に用いる朝は 内地産でない九分通りはマニラアサであるフィリピン軍島に産するアサの類いは全てマニラアサの名をもって世界に輸出されている高谷君が南洋へ渡航したのもこの聖魔事業に関係した用向きでもっぱらこの方面の視察に二月余りを費やしてきたのであった フィリピン群島にはたくさんの小さい島があるので高谷くんもいちいちにその名を記憶していないが何でもソルゴという島に近い土地であると言った高谷くんが元船からボートを下ろしてその島の口へこぎつけたのはもう9月の末の午後であったが秋を知らない南陽の真昼の日は目がくらむように暑かった 藍のような海の水も島へ近づくにしたがってまるでコーヒーのような色に濁っているのは島の中に大きな川があってその下流が海に向かって赤黒い泥水を絶え間なしに吹き出しているからであった高谷君は一人で大胆にその河口へ乗り込んで青い草の茂った土手から上陸しようとしたが 川の勢いがなかなか激しいのでややもすれば海の方へ押し戻されて彼もほとほと困っていると土手の上に一人の男が現れた男は白いシャツを着てキノコのような形をした大きい麦わら帽子をかぶっていた「さあ投げますよ」と男は 明快な日本語で叫んだ。そしてこっちの船をめがけて長い浅縄を投げてくれた無論一度ではうまく届かなかったが二度も三度も根よく投げるうちに縄の端は守備よく船の中へ落ちた高谷君はさらにそれを船端へくくりつけて一種の引き船のようにして 土手の際まで引き寄せてもらった気をつけてください流されますからと男はまた注意した高谷くんはその縄の端を立ち木の根へしっかりと縛りつけて初めて土手の上に登ったよくおいでになりましたねと男は笑いながらあいさつした 彼は30ぐらいの体格のたくましい元気のよさそうな男であった高谷君は自分の身分と目的とを説明すると男は愉快らしくまた笑った「さようですかまあこちらへいらっしゃいこの島にはそうたくさんもありませんがそれでも相当に朝畑があります」 私がすす。ぐにご案内します私は丸山俊吉という者です彼は日本の人で3年ほど前からこっちへ来て日本人と原住民等を合わせて70人ばかりの労働者の監督をしていると言った高谷君は彼の後について土手から10丁ほども行くと広い朝畑が目の前に広がって 芭蕉ににた大きい葉が西南の風になびいていた丸山はその一年の山岳や品質などをいちいち詳しく説明してくれた「まあ我々の小屋へいらっしゃいお茶でもいれますから」それからまた二丁ほども行くとそこに大きい家があった。 屋根はトタンで吹いて三方は日本風の板場めになっていたがそのひどく破損しているのが高谷君の目についた案内されて中へ入ると中は一面の土間になっていて部屋の隅には寝台と毛布が見えた棚の上には酒の瓶や缶詰の類も載せてあった 2人は真ん中に据えてある丸いテーブルを囲んで粗末な椅子に腰を下ろしたおおい、い。お客様だ。早く来い丸山に呼ばれて一人の青年が外から入ってきた年の頃は18区でこれもこういう南洋生活をしているにふさわしい見るから頑丈らしい男であった 彼は茶っぽい縮みのシャツを着て麻のズボンを履いていた天草の生まれで八坂雄三という男であると丸山はこれを高谷君に紹介した雄三は丸山のボーイ代わりに働いているらしく海外しく立ち回ってチョコレートやビスケットなどを運んできたマニラタバコも持ってきた 何しろよくおいでくだすった」と丸山はいかにも打ち解けたように言った内地の人も随分こっちへ来るようですけれども大抵は主な島々を一回りするだけでこんなところまではめったに回ってくる人はありません毎日同じ人の顔ばかり見ているんですから全く内地の人はお懐かしいんですよ 実際彼らは高谷君を歓迎しているらしく大切にしまってあったらしいブドウ酒の口を抜いて高谷君に勧めた缶詰の肉や魚なども皿に持って出したここらの島に住んでいる人としてはできる限りの艦隊を尽くされて高谷君も気の毒になってきた初めの予定では ほんの1時間ぐらい見回ってすぐに帰るつもりであったがあまりに人懐かしくもてなされるので高谷くんも早くは立てなくなっていろいろの話に2時間余りを費やしてしまったそのうちに丸山はこんなことを言いだした「このごろはここらにおかしなことが始まりましてね」 労働者がみんな逃げ腰になって困るんですよおかしなことどんなことが始まったんです人間が亡くなるんです先日からもう5人ばかり行方不明になりましたと丸山は顔をしかめながら話したどうしたんでしょう わかりません。何でも45年前にもそんなことが続いたので今までここに在住していたオランダ人はみんな立ち退いてしまってしばらく無人島のようになっていたところへ我々が3年前から移ってきて今まで無事に事業を続けていたんですもちろん来た当座は十分に警戒していましたが別に変わったこともないので。 みんな安心していました。原住民たちも一時は隣の島へ立ち退いていたんですが、これもだんだんに戻ってきて、今ではこうして我々と一緒に働いています。ところが、先月の末、25日の晩でした。この小屋の近所に住んでいる原住民の女が突然に、 行方不明になったんですどこへ行ったのか分かりません結局は川べりへ水をくみに行って滑り落ちて海の方へ押し流されてふかにでも食われたんだろうということになってしまいましたするとそれから3日ばかりたってまた一人の原住民が見えなくなったんです こうなると騒ぎがいよいよ大きくなって、これはどうもただ事とではない。昔の災いがまた繰り返されるのではないかという恐怖に襲われて、気の弱い、迷信の強い原住民たちは、そろそろ逃げ自宅に取りかかるのを、私が無理に抑えて、まあ、五、六日は無事に済んだのですが、今月に入って四日ほど経つと、 また一人の原住民が見えなくなる。続いて2日目にまた一人都合4人も消えて亡くなったんですから私も実に驚きました。まして原住民たちはもう生きている空もないように震え上がって仕事もろくろく手につかないという始末で私も弱りきっています。 いいあんばいに、後半つきばかりは何事もないので、少し安心する間もなく、6日前にまた一人、今度は、日本人が行方不明になったんです。日本人がやっぱり夜のうちに見えなくなったんですかと、高谷くんは、眉を寄せながら聞いた。そうです。いつでも、 夜中から夜明けまでのうちに見えなくなるんです今までは原住民に限られていたんですが今度は日本人の方へもお鉢が回ってきたのでみんなはいよいよ騒ぎ出してどうしてもここにはいられないというんですしかしせっかくこれまで経営した仕事を今更中途で放棄するのも残念ですから 私もいろいろに理解を加えてまあ当分は踏みとどまっていることにしたんですが怖くってここには寝られないというので急に隣の小さい島へ小屋掛けをして日が暮れると皆そこへ行って寝ることにして夜が明けるとこっちへ出てくるんです実に不便で困るんですが差し当たりはそうするより他にないんです お察しください。丸山もよほど困っているらしくその男らしい太い眉を曇らせて話した高谷君も息をのみ込んでこの不思議な話を聞いていたでその行方不明になった人間というのはその後に何の手がかりもないんですかありません。と 丸山はすぐにかぶりを振った「無論に手分けをしていろいろに詮索したんですけれど影も形も見えません何か猛獣でも襲ってくるのかあるいは山奥から我々の知らない野蛮人でも忍んでくるのかと思ったんですが死骸も残っていない骨も残っていない血の跡も残っていないというのですから」 どうしたのかちっとも見当がつきませんちょうどあなたがおいでになったのを幸いにあなたのご意見を伺いたいと思うんですがどうでしょう世間にこんなことがあるでしょうかさあと高谷くんも首をかしげた行方不明になった人間は一人で寝ていたんですか それとも誰かのそばに寝ていたんですかいやそれがまた不思議なんです一人で寝ていたならばまだしものことですけれども日本人は大抵78人ずつ1軒の小屋に枕を並べて寝ているんですまして原住民は10人も20人も土間にアンペラを敷いて一緒に固まってごろ寝をしているんですから 仮に猛獣が来ても野蛮人が来ても他のものに悟られないようにそっと一人をさらっていくということはよほど困難な仕事で誰か気のつくものがあるはずです。ねえ、そうじゃありませんか？しかし人間が理屈なしに消えてなくなるわけのものでもありませんから、私はまずこれを猿の仕業と判定しました。 ごごもももっとでですすあなたもご同感ですか私もそれより他に考えはありませんさっきからお話を聞いているうちに私はドイルの小説を思い出しましたああそれはどんなことですと丸山はテーブルの上に肘を押し出した。 隅の方の椅子に寄りかかっている雄三も目を輝かして聞きすましていた2無論に作り話でしょうがドイルの小説にはこういうことが書いてあるんです「大西洋のある島の工作地でやはり人間が紛失する」。 骨もも残らなない。い。血の跡もないよく戦議してみると結局それは大きい黒症状の仕業であったというのです」と高谷くんは説明した「今度の事件もよほどよく似ているようですからあるいはドイルの小説が事実となって我々の見たこともないような奇怪な猿の類いが 夜中にこの小屋へ襲ってきてそっと人間をさらっていくんじゃありませんかしらなるほど」と丸山もうなずいた「そこらがいいご感定です」ただ少し腑に落ちないのはもしそんな怪物が来て人間を引っかついでいくとしたら何か声でも立てそうなものだと思うんですが。 少しでも声を立てればそばに寝ている者のうちで誰か目を覚ますものもあるはずですがドイルの小説によるとその猿は恐ろしい力でまず寝ている人間の胸の骨をグッと押すと骨は砕けて一息に死んでしまうそれをやすやすとかついでいくんだということです たとい一息に死にきらないものでもその恐ろしい力で胸を押されてもう半死半生になった上にかつて見たこともないような怪物が自分の上にのしかかっているんですから大抵のものは異常の恐怖にとらわれてもう声を出す元気もないだろうと思われます」と高谷くんは重ねて説明した。 そうでしょう。しかし。と丸山はまだ疑うように雄三の方を見返った我々もそう思ったもんですから毎晩代わる代わるに小屋の周囲を見回って威嚇にピストルを撃ったこともあります猛獣は火を恐れるというのでところどころに焚き火をしたこともあります。 それででもやっぱり向こうでした。現に十二か所もかがり火をたいた晩に日本人はさらっていかれたんですこうなると高谷君の議論もよほど影の薄いものになってきた朝畑へ忍んでくる怪物は野蛮人でも猿でもないらしかったその次の問題は上ばみである。 上ワみがはいこんできてひといきにのんでしまうのではないかとも考えたがヘビも火を恐れるはずであることに夜中にはい出してくるかどうかも疑問であったワニも丘へ上がることがあるあるいはワニではないかという説も出たがここらの原住民はワニについては非常に神経過敏であるから そのにおいだけでもすぐにそれと悟ることができる原住民は決してワニではないと主張しているではオオトカゲかという説も出たがトカゲが人を食おうとは思われないたとえ食ったとしても骨も残さずに飲み込んでしまうはずはない結局 それは野蛮人の仕業であろうということになったが丸山はまだそれを信じられないらしかったもしここらの森や山の陰に我々の知らない野蛮人が住んでいるとしても原住民もかつてそんな人間らしいものを認めたことがないというんですとにかく私もあまり残念ですが 他の者のだけを隣の島へ泊まりにやって私とこの雄三の2人だけは毎晩強情にこの小屋に残っているんですがこの23日は何にも怪しい形跡も見えません敵もこっちの油断を狙ってくるらしいんですから一度いたずらをすると当分はやってこないようですそこで こっちが少し安心するとその油断を見て不意に襲ってくるいつもその手でやられるのですから今夜あたりはもう油断ができませんよ高谷くんも一種の好奇心にそそられて自分も今夜はこの小屋に泊まってその怪物の正体を見届けたいと思ったその話をすると 丸山も非常に喜んだどうかそうしてくださいあなたも一緒にいてくだされば我々も大いに気丈夫ですあなたのご助力でどうかこの怪物の正体を確かめたいものですどうでお構い申すことはできませんがあなたの寝道具ぐらいはありますからどうで徹夜の考えですから寝道具などはいりません 夜が更けると冷えるでしょうから毛布が1枚あれば結構ですしかし私がいつまでも帰らないと船の者が心配するでしょうから誰か私の手紙を届けてくれるものはありますまいかええ造作もありませんと丸山は雄造にことづけて一人の原住民を呼ばせた手帳の紙切れを引き裂いて 高谷君は万年筆でその用向きを書いた原住民はそれを受け取ってすぐに小舟に乗って使いに行くと言った今夜ここに泊まると決定した以上高谷君はその付近の地理をよく見定めておく必要があるので「もう一度そこらを案内してくれまいか」と言うと丸山は快く承知して一緒に出た。 空はまだ明るかった貝殻の裏をのぞいたような白い大空がこの小さい島の上を弓なりに覆ってそのところどころに木や赤の歩を打ったような小さい雲の塊が漂っていた高谷君はいまさらのようにその美しい空の彩りを かずに眺めた。朝畑の中には大勢の日本人が原住民と入り交じって朝の葉を忙しそうに刈っているのが見えた彼らは大きい帽子をかぶっているのでその顔はよく見えなかったがおそらく夜の悪夢に襲われたような心持ちで昼も仕事を続けているのであろう 高谷君と丸山との後ろにはかの雄三もついてきたもう一つわからないことがあるんですよと丸山は朝畑を抜けた時に言った3人の目の前には大きい川が流れていたその濁った水が海へ注ぐであろうと高谷君は想像した 低い土手に立って見下ろすと流れは随分急で土手の赤土を食いかきながら白く濁った泡を吹いてゴーゴーと落ちていった丸山はステッキでその水をさしたご覧くださいこの川が境になって川向こうはあの通りのやぶになっているんです。 怪物がもしあの藪から出てくるとすればどうしてもこの川を渡らなければならないわけですがここを横切るということは容易じゃあるまいと思われるんです人間は無論ですが猿にしても蛇にしてもあるいは得体の知れない猛獣にしてもこの川を泳いで渡るのは大変でしょうといって 川のこっちはもうみんな開けているので何にも住んでいるはずはありませんどう考えても怪物はその川向こうに住んでいるかあるいは海の方から襲ってくるかこの2つより他にありませんがもし海から襲ってくるとすれば隣の島へも来そうなものですしかし原住民の話によると 隣の島にはかつてそんな不思議はないということですあなたのお考えでこの大きい川を渡ってくるような動物がありましょうかさあ何しろ急流ですからね。と高谷くんは恐ろしい秘密を包んでいるような濁った水の流れを見つめていた。 3人はまた黙って川上の方へ登っていった空はまだ美しく輝いていたが土手のあちらはもうそろそろ薄暗くなってきた水の音もだんだんに静かになってきた丸山は水をさしてまた説明した「ここから上流の方は水星がよほど緩いんです」 川底の勾配にもよりましょうがもう一つには天然の石ができているからですここらへ来ると川底から大きい岩が突出していた何百年来川上から流れてくる大木の幹や枝がその岩にせかれて重なり合って自然の土手を築いているのでそこには大きい湖のようなものを作って 岸の方には名も知れない干木や足の類が生い茂っていた。このとおりここらは流れがゆるいもんですからみんなここへ来て水をくんだり洗濯物をしたりするのです。遠い昔から自然にこうなっているんでしょうがまことに都合よくできていますよ。と丸山は笑った。第一 下流の方は水が濁っていてとても飲料にはなりませんからねえ雄三は除災なくバケツを用意してきていた彼は干木をくぐり水際へ降りて比較的に清い水を一杯汲んできた水の上はいよいよ薄暗くなって一種の霧のような冷たい空気が葦の茂みから湧き出してきた 今夜もも降るかもしれませんね、と雄三はバケツを下げながら空を仰いだ3人の頭の上には紫がかった薄黒い雲の影がいつの間にか浮かんでいた「うん今夜もシャワーかな」と丸山も空を見たしかし大したことはありませんよ。 1>, 大抵1時間か2時間で晴れますよと彼は高谷くんに言ったそれにしてもシャワーが近づいたと聞いてはここらにウロウロしているわけにもいかないので高谷くんはもう小屋へ帰ろうと言った3人は元来た土手を伝って朝畑へ出て小屋の前へ戻ってくると大勢の労働者は仕事をしまって そこに整列していた「今夜も隣へ行くのか」と丸山は笑いながら言った大勢は挨拶して川下の方へ降りていったさっきも話した通り彼らは小舟で隣の島へ泊まりに行くのであると丸山は高谷君にまた説明したそして雄三に命じて夕飯の支度にかからせた 日が暮れると果たして激しいシャワーが襲ってきたその雨の響きを聞きながら高谷君は夕飯を食った3ここらのシャワーは内地人が想像するようなものではなかったまるで大きい滝を並べたように 一面に堂々と落ちてきてこの小屋も押し流されるかと危ぶまれた雨の音が激しいのでとても談話などはできなかった高谷君と丸山とは薄暗い部屋の中に向かい合って黙ってタバコを吸っていたテーブルの上にはろうそくの火がぼんやりと照らしていたがそれも 隙間から吹き込んでくるしぶきに打たれていくたびか消えるので丸山もしまいには面倒になったらしく消えたままに捨てておいたので小屋の中は真の闇になってしまったただ時々に2人がするマッチの光で主人と客とが顔を見合わせるだけであった隣の部屋では雄三が夕飯の後片づけをしているらしく 板バメの隙間からろうそくの火がちらちら揺らめいていたがそれもしまいには消えてしまったらしい雨は悔やみなしに降っていた随分ひどい今夜はいつもよりよほど長いようだと暗い中で丸山は言った高谷君はマッチを吸って懐中時計を照らしてみると 今夜はもう9時を過ぎていた。この暗い風雨の夜しかも恐ろしい怪物が現れるかというこの小屋に丸山と雄三と自分とたった3人が居残っただけで小屋の中はおろかこの島中に誰も人間らしいものは一人もいないのかと思うと高谷君は いささか心寂しくなってきた。そのおびえた魂をいよいよ脅かすように雷が激しくなりだした「雷が鳴ればもうやがてやみます」と丸山は言った「この雨では怪物も出られますまい」「そうですことに雷がこう激しくなっては」 大抵の怪物も恐れて出ないかもしれません。雷はますます轟いて真っ青な稲妻の光が小屋の中までひらめいてきたその光に照らされた丸山の顔はさながら怪物のようにも見られて高谷君は薄気味悪くなった二人はまた黙ってしまった 隣の部屋も静まっていた。雨はそれから2時間ほども降り続いてしまいには小屋の中まで流れこんできたらしい高谷くんの靴の先はぬれて冷たくなってきた雷は地響きがするほどになった「お<う>と丸山は突然に叫んだ そして大きい声で続けて叫んだ。おい、幽蔵、幽蔵。やさか、やさか。どこへ行く？来由が激しいので高谷君にはとてもわからなかったが、風雨に慣れている丸山は幽蔵がどこかへ出ていく足音を聞きつけたと見える。彼は。 しきりに雄三の名を呼んだが隣では何の返事もなかった「この降るのにどこかへ出たんですか?」と高谷くんは不安らしく聞いた「どうもそうらしい」と丸山は神経が興奮したように言った彼は突然に立ち上がってマッチの火をすり始めた高谷くんも手伝って よう,ようのことでろうそくに火をともした土間はもう三寸以上も雨水に浸されていた二人はその水を渡りながらろうそくの火を消さないように保護して歩きだした隣の部屋との間には四尺ばかりの入り口があってすだれ代わりのアンペラが一枚垂れていたそのアンペラを掲げて 隣の部屋をのぞいてみると果たしてそこには雄三の姿が見えなかった「あ,あやられたかな?」と丸山は踊り上がって叫んだその途端にろうそくの火は消えてしまった言い知れない恐怖に襲われながら高谷君は慌ててマッチを吸った もうろうそくをともすのももどかしいので二人はあらんかぎりのマッチを吸ってそこらじゅうを照らしてみたがゆうぞうの姿はどうしても見つからなかったまだ遠くへはいかないはずだ丸山は隠しからピストルを取り出して表へ駆け出した高谷くんも用意のピストルを取って続いて駆け出したしかし どっちへ行くという方角も立たないので2人は雷雨の中をうろうろしていると青い稲妻がまた光ってその光に照らされた朝畑の間に雄三の後ろ姿が見えた2人は滝のような雨をついて朝畑の中へまっしぐらに追っていった稲妻が消えるとあとは元の暗闇になってしまったので ふたたび方向にまよったがゆうぞうは土手のほうへいったらしくおもわれたのでふたりはしきりにそのなをよびつづけながらあさばたけをかけぬけてかわのきしへでるとかみなりはまたなったいなまもつづいてはしったそのひかりのしたにゆうぞうのすがたがまたあらわれたかれは どてから川のほうへ降りていくのであるやさかくんゆうぞうくんゆうぞうやさかのどがさけるほどによびながらふたりはどてからかけおりようとするとぬれた草にすべって丸山がまずころんだ高谷くんもころんだふたりともおおきいつるくさにつがったので 幸いに川の中へ滑り落ちるのを免れたがその間に雄三の姿は見えなくなってしまったそれでも2人は合情に彼の名を呼んでびしょぬれになってそこらを駆け回ったがどうしても彼の姿は見つからなかった雷雨はそれから30分ほどの後に晴れて 明るい月が水を照らした2人は土手から朝畑をくまなく探して歩いたがその結果はいたずらに疲労を増すばかりであった2人はもう我慢にも歩かれなくなってはうようにして小屋に帰ってそのまま寝床の上に倒れてしまった夜が明けてから 労働者が戻ってきた。彼らはゆうべの話を聞いて青くなった大勢が手分けをして捜索に出たが雄三の行方はどうしてもわからなかったいつまでもここに残っているわけにもいかないので高谷くんはその日の午後に朝畑の小屋を出た別れる時に丸山は言った。 もういけません。労働者たちはどうしてもここにいるのは嫌だと言いますから、私も残念ながらこの島を立ち去って、隣の島へ引き移ります。八坂は、実にかわいそうなことをしました。しかし、ゆうべの出来事から、私はこういうことを初めて発見しました。怪物は、猿でもない、上ばみでもない。 野蛮人でもない確かに人間の目には見えないものですピストルでも罠でも取ることのできないものです目に見えないその怪物に誘い出されてみんなあの川へ吸い込まれてしまうのです私もそんなことだろうと思います 他の者のがそう言うならあなたももう諦めてここをお立ちのきなすった方が安全でしょうと高谷くんも彼に注意したありがとうございますそんならご機嫌よろしゅうあなたもご機嫌よろしゅう大勢は川の入り口まで送ってきた高谷くんは 元のボートに乗って元船へ帰った。この話のあとへ高谷君は付け加えてこう言った。船へ帰ってからその話をすると船員も他の乗客もみんな不思議がっているばかりで何がなんだかわからない。船に乗り組んでいる医師の意見では。 この怪物は無論動物でもない人間でもない一種の病気まあ病熱の類いだろうというんださっきも話したとおり川上には流れの緩い湖のようなところがあるそこには干木や葦の類いが茂っている島にいる者は終始そこへ水をくみに行く そこに一種のマラリア熱のようなものが潜んでいてかから伝染するかあるいは自然に感染するかどのみちその熱病にかかると人間の頭がおかしくなって急に気違いのようになるそうして自分から川へ身を投げるにそういないそうして自分から川へ身を投げるにそういないとこういうんだ。 なるほどそんなことがあるかもしれないそれでまず一通りの理屈は分かったがただわからないのはどの人もみんな川へ飛び込むということでもし頭が変になって自殺するならば水へはまるには限るまい中には朝がりの釜で自殺するものもありそうなものだがみんな申し合わせたようにその川に飲まれてしまう。 それが僕にはまだからないなんだかあのコーヒー色の水の底に人間の知らない魔物でも潜んでいるんじゃないかとも疑われる医師はまたその疑いに対してこういう解釈を加えているその患者は非常に熱が高くなってほとんど体が焼けそうに熱くなるので 苦し紛れに水に飛び込むのだろうとこれも一つの理屈だが理屈はまあどうにでもつくもので何しろ僕は南洋の朝畑に一夜を明かしてこんな恐ろしい目に遭ったということを話せばいいのだドイルの小説の症状ならばまたそれを退治する工夫もあるだろうが 目に見えないものではどうにもしかたがない。果たしてそれが一種の病気であるとしても、僕はやはり恐ろしい。君も勇気があるなら、一度、あの島へ探検に出かけちゃあどうかね。